まずいぞ。我々は確実に重力崩壊に巻き込まれる。な、まだ抗えるというのか。やめろ、無駄なことだ。切れなかったようだな。ってことはてめえの運も尽きたってことよ。てめえ何がおかしい。はったりかましてんじゃねえ。神城、うわあ、抑制の効かなくなったバルチャーなどに用はないが、この登場にはまだ利用価値がある。往生際の悪い野郎だぜ。何を勘違いしている。ヤバいのは貴様の方だぞ。気色悪い真似してんじゃねえ。てめえとじゃれてる暇なんかねえんだよ。強がっていられるのも今のうちだぞ。随行隊の手を借りなければ何もできない原住民め。そんな勝手なもの。動くな。この搭乗員の命はまだ私が握っていることを忘れたのか。ついでにそいつも捨ててもらおう。そうか、奴の狙いは私のプロテクトを突破するために。弱気なこと抜かしてんじゃねえ。俺はまだ諦めちゃいねえぞ。無理だな。おい、しっかりしろポンコツ。おい、サダ、ミツ、私のデータが失われてる。バカ野郎、てめえ根性足りねえぞ。回答、不能、データの入力を。入力って、おい、ちくしょう、おい。よし、ポンコツ、気合い入れろよ。イチか、バチか。うらぁ、ボーカーだ。
覚めてるか。アクティブデバイス射程範囲拡大。助けてくれ。あの忌まわしい重力パリだ。二度と封じ込められたくはないわ。サダメツ、脱出するぞ。ああ重力場に取り込まれると脱出は不可能だ。急げ。サダミツ、何をしている。ポンコツよ。神代は俺を守ってくれてたの。俺は神代を守れなかった。それは俺は何もしてやれなかったんだ。だから約束する。今度は俺が守ってやる。こいつが何にもできねえくらいに俺が守ってやるんだ。やむを得ず緊急回避を使用した。空中に散布した物理保護用途のナノマシンに重力装置。随行体7706983よりデータを転送する。流刑体の高架軌道上に位置していた惑星、原住民が地球と呼ぶこの惑星での回収報告を行いたし、以前に報告した通りユマノイドデバイスを失ったが、原住民椿貞光の協力を得られたため回収を続行した。装着しろ私よ。こいつはは鍛えられた体を持ち、木刀と呼称する武器を使って行う戦闘スタイルの一つ喧嘩を得意とする原住民である。また彼の使用する現地語は難解でかつ感情的な表現が多く、特に撤退を拒否することは保険にされて引けるかは彼の戦闘意欲の基本理念である。その結果無残の回収に失敗を撲殺した。続ける。無惨はこの惑星の無機物を取り込んで蘇生、驚異的な生命力に加え獲物に対する執着心の強さがなせる技だったと推測される。無惨への回収を確実なものとするため、原住民貞光の得意とする喧嘩の武器に似せたアクティブデバイスユニットを急増。貞光のハンドリングを容易にすることで最初の回収が成功した。兄貴、兄貴、俺っちを置いてかねえでくれよ兄貴。クロン、おめえ自分の体見てみろよ。えっ、所詮化け物なんだよてめえは。
ですよ。すでに120万を超える流刑隊がこの惑星に降下していた。原住民たちの社会生活に今一つ変化がないのが疑問であった。しかし流刑隊クロンとの遭遇によってその真相は明らかとなった。この惑星の公安機関は流刑隊と接触し多数を保護していたのだ。交渉役のこの男は原住民と流刑隊との共存をほのめかし、我々の回収を否定した。次に送るデータについては至急事実の有無を確認されたい。流刑隊クロン回収の際、我々の前にバルチャーが出現した。もちろん私は出動要請などしていない。多くの流刑隊は保護されたり事故死していたのではなく、バルチャーによる無差別攻撃によって殺害されていたのだ。しかしなぜ惑星破壊規模のエネルギーを持つバルチャーが流刑隊を一体ずつ狩り続けていたのかは不明である。その一方、私とサダグスの流刑隊回収の日々は続いた。そしてついにバルチャーと対決する時が来た。バルチャー、邪魔すんじゃねえ。すごい。我々は流刑隊ダンソーの回収に失敗。バルチャーのジェノサイドガンによってダンソーは死亡した。この時の戦闘で我々はバルチャーの搭乗員を確認。搭乗員はこの惑星の原住民で上白弥生という。しかも彼女は貞光のことをなぜか知っていた。何のことだ。さらには原住民たちの苦渋の選択ともいえる流刑隊受け入れ法案が密かに進行していた。だが大気圏外で流刑隊を受け止める電磁ネットを破壊し、巨大流刑隊強爆が落下。それはもっとも残忍で手強い4体の流刑隊がこの惑星の覇権争いに参入してくることを意味していた。そして私が記録したデータはここで終了している。おそらく戦闘中の衝撃による軌道不良が何度も起こったためであろう。確証のないデータが断片的にいくつかはある。これについては解析が終了してから改めて送信する。この数日間のデータのブランクを埋めるためにデバッグが必要であると判断するが、この辺境の地では容易なことではない。なお繰り返すが、バルチャーの出動要請に関する事実の確認を頼みたし、それと私に施されたカスタマイズは戦闘中にそちらで行った緊急の措置なのか回答をお願いする。以上で随行隊7706983より報告を終了する。以降も原住民貞光の協力を仰ぎ、流刑隊の回収は続行する。なれ、カメロー。大丈夫か、貞光。ああ、心配ねえ。こんぐらいハードだと逆に楽しくなってくるってもんよ。ああ、空なんか見つめちまってよ。昨日は一晩中かかって回収したらしいよ。なんか見てらんねえよな。無理に筋通さなくてもよ。お前それ、絶対に貞光の前で言うなよ。わってるよ。でもあれ以来元気ねえのは確かだよな。うん、もっともだ。だからってあんたたちまで元気なくってどうすんの。おい、貞光。ん？トールくんが焼肉の食い放題にでも行こうってさ。
アクティブデバイス、流形体だ。上等じゃねえか。行くぜ。おお。皆さん、緊急の事態です。ここからは通行止めです。ご苦労様です。ズバイ君、よ来てくれた。別にてめえのために来たわけじゃねえ。ポンコツ、さっさと終わらせ。了解した。危険です。市民の皆さんはもっと下がって。すまなかったな。大丈夫か。やよい。行きな。ありがとう。どうした、サダミツ。サダミツ、何を笑う？約束したから、今度は俺が守る番だってな。何のことだ？回答の入力を。2000万の流形体は片っ端から俺が回収してやる。そうすりゃもっともっと星も増えるぜ。だがこいつはもう俺の罪滅ぼしなんかじゃねえ。俺自身がスカッとくるまで絶対に降りられねえ戦いだってことだ。